1年を全うすることができました。心より感謝申し上げます。本日は残念な結果となりましたが、まだ私たちには残された課題があります。今年の1月、選手一同、スタッフ一同集まって川崎の大師様に必勝祈願をいたしました。その時に全員で誓ったことは、このクラブ創立20周年の年に何が何でもタイトルを取る、全員でそう誓いました。監督は今シーズン限りで契約満了になります。